チームカラーを発動させるために必要な、守備的なサイドのプレスタを持った選手が不足しているベガルタ仙台、攻撃的なサイドのプレスタを持った若手はこのように来ていますが、どうあがいても足りない。なので、エディット選手で自分の要求に合う左サイドバックの選手を作り始めております。1列目はいくつか狙っているものがあるので、臨機応変に適当に揃え、このパターンは狙える、というものになった時に、2列目から本気を出すというスタイルです。前回、すぐ1人目ができましたが、ポリシーが合わず、これが2人目、見事に揃います。揃った瞬間は気持ちいいんですよ、揃うまでが地獄ですけど。でもポリシーがものすごい左下、21番でした、だからデータは保存しますが、今回の補強では使えません。ポリシーもちょっとミッドフィルダー寄りのですし、攻撃的な選手って感じですね。あとは足りない能力にボーナスポイントを振り分けて、アンバランス差を少しでも直します。それなりにボーナスポイントで能力は上がっているのを確認できました。ポイントを振っている間、能力上がっているのかな？って実感湧かなかったんですけど、見ると上がってますね。さらに作ります。今度は守備的なものが揃いますが、ポリシーは左上、三笘って名前にしたけど、全然三笘じゃない？ワールドカップでは守備すごかったですけどね、ドリブルが武器じゃなかった選手ができちゃいました。作成し始めてから1時間ほど経過したところで、再び揃います。もうこの程度ではへこたれません。作るまでやめる気はなかった。次の日になっていたとしても、ここでようやくポリシーがぴったりの選手が現れました。ロベカル的な能力？になった選手です。さすがにバランスが悪いので、足りないところをポイントで補いましょう。特にメンタルとディフェンス、これを中心に振り分けました。出来上がったのがこちら、ポリシー完璧、攻撃的な左サイドバックの選手となりました。名前は左サイドくん、彼を登録しましょう。再び本編で登録しようか、と思ったら人数が満杯、放出しないといけないですね。世代交代をやらないと。しかし、それができないまま進んでいく状態、放出したい選手にオファーが来るようにしていますが、そんな中、タイミング悪すぎだろ、という事件が起こります。9月、左サイドバックの超大物、ファケットが見つかります。しかもポリシーはなんとか対応範囲内、外国人選手だけど、ワールドプレミアなら問題なし、タイミング問題あり、という案件。何にしても進めないといけない、期限付き移籍から平塚、先、チャールズが帰国、チャールズがかなりの成長をしていました。ちなみにファケットを、ポテンシャルは恐ろしいレベルです。できればエディットも含めて、両方欲しいかな。その後メガスタジアム完成。3、4人に移籍額を設定していますが、まだ来ず。その後も来ない、シーズンが終わっちゃうよ、育成ばかりだよ。リーグは終わっちゃったよ。ワールドプレミアも終わっちゃったよ、優勝で終わりましたが、オファーが来る最終日は、12月3週前半、ということは、来年に持ち越しか？10年目はこれで終わりました。左サイドバックの問題もとりあえず解決しそう。チームカラー発動のための下準備がようやく終わった。まだ変えたい選手が数名いるので、そこを変えていく、という感じです。総合力はかなり伸びました。J のクラブなので、海外クラブでプレイするよりは小さいと思っていますが、それでもだいぶいい感じです。では矢村から、覚醒練習を一度させたからか、さらに伸びています。あまり成長型が早いと新たな選手を探さないとなので、長持ちしてほしいところです。森岡は少し成長しています。しかしやや構想外になりかけている選手、放出はしばらくないと思います。しっかり成長したキャラが、
プレス対育成にグラフに伸びました。覚醒練習はまだ成長期ではないので、全くしていません。5、6年後だと思います。早熟なので、放出が近くなってきている小沼、未だまだ戦力なのでいますが、2、3年のうちに放出するでしょう。こちらも将来的には構想外の格だ。でもユーティリティ選手すぎてあんまり放出したくないです。現在は主力選手、将来は構想外の金丸、覚醒練習が開始され、もう少し伸びる方向になっています。プレスタが完成し、グラフも伸びたサネッティ、最高の選手としてしっかり君臨しております。評価点もダントツで最強の選手です。トップ下としては4番手の丸藤、変わらないんですが、トップ下をフォワードに使う可能性があるので、居場所が見つかる可能性が出てきています。トップ下3番手の平塚、日本人ではトップなので、かなり貴重な選手です。プレス対外しっかり育成しております。ものすごい成長したかか、恐ろしいです。一気に1番手となりました。あ、でも1番手?もう一人もすごいから同じくらいかもしれません。ほぼ完成した鬼茂、ポリシーは合っていないので将来的に構想外ですが、放出するタイミングが完全にありません。若手をもう一人育てればなんとかなりそうですが。移籍オファー待ちの中西、まずまずの能力ですが構想外です。オファーを出しているんですけどね、来年に持ち越しです。成長していますが、キャシモフも同じです。オファーを待っている状態。ゴンさんも成長していますが、放出候補に。すごくいい感じに伸びてはいますがそろそろです。期待の先ケンジ、センターバックが多いんですが、実績にも良し、素材も良しです。なのでプレス対育成をしたい選手の一人となっています。実在選手の大物、中澤もしっかり成長、先ケンジよりランクは低いですが、成長型が遅めなので将来的に置いておきたいという立ち位置です。トップ昇格した杉下、使いどころが難しいです。でも使うなら鬼茂の場所、センターフォワードになると思っています。同じような立ち位置の奥村、ユーティリティ性は彼の方が高いので、どうするか、交互に使う形になる気がしています。唯一のチームカラー発動のためのボランチとして育成中のバニラ、現在、クラッシャーに系統を変えようとプレス対育成をしています。すでに完成しているアンデルセン、最盛期となっています。ピークはまだ続くので大きな戦力ではあります。トップ昇格したヤットさん、全然大物になるので貴重な日本人選手として、育成してみます。かかと並び、最高峰の選手となってきたチャールズ、ほんと迷います。ワールドプレミアでは、みんな使えるので、そこでストレス発散かな。そしてポメー、唯一の左サイド選手は、プレスタが完成しております。あとは覚醒練習と、もう一回り大きくなることかな。という選手たちでした。少し完成が見えてきたかなという感覚です。あとは、コーチのポリシーが広範囲の人を探す、これも課題ですね。あとは、世界ランクが一桁になれば、クラブハウスの建設ができるので、そちらも頑張りつつかな。ゴールは遠いけど、見えてきました。今回はここで終了します。5年後くらいに完成を目指せればかな?ご視聴ありがとうございました。